折り紙プロダクション対馬義明です。今週も始まりました 7-8 ミュージックキュレート。この番組はさまざまな角度から、音楽に向き合って、皆さんが今まで気づかなかったような、角度から音楽を楽しむということをキュレーションしていく番組です。今週もですね、先週に引き続き、折り紙プロダクションのアーティストや、その他ですね、海外からも、いろいろなアーティストがですね参加してくれて、一つの質問に対しですね皆さんが、回答をくれています。その回答を聞きながら、新たな音楽の聴き方っていうのをですね一緒に探っていけたらなと思っております。今週の質問はですねズバリ、音楽ジャンルで、あなたが一番好きなものは何ですかということですね。もちろんみんないろんなジャンルが好きだとは思うんですが、一つだけあえて選んでもらって、その中からですね新たな音楽の聴き方を探っていければと思っております。それでは早速ですね各アーティストの、回答を聞いてみましょう。なかなか難しいですね、この質問は。まあ、強いて言うならというところで、挙げると、ネオソウルですかね。まあ、最近の、ちょっと、感じだと、アルターネティブソウルなんて呼ぶのかもしれないですけど、やっぱりノリがいい曲もあるし、まあ、おしゃれな曲もあるし、セクシーな、エロい感じの曲もあるし、まあ、バラードとかだとね結構切ない曲もあるので、まあ、そういう感じが好きですね。まあ、ジャズイーなハーモニーに、骨太のヒップホップなビート、そして、まあ、ソウルフルなボーカル、まあ、歌が入るのが、やっぱり好きだなと。難しいですね。まあ、やっぱりジャズかソウルかになるんですかね。難しいですねこれは。音楽聴くようになったきっかけはビートルズとかなので、まあ、そういう意味ではポップスとかロックも好きなんですけど、まあ、ヒップホップとかも好きですけど、まあ、ずっと聴いていられるものって考えると、ソウルとかになるんですかね。まあ、バノアです。僕はオルタナティブですね。これ言っちゃうとずるいって多分みんな思うと思うんですけど、でも本当にそうなんですよね。僕が好きな音楽っていうのはいろんな要素が混ざり合っている音楽というのが基本的に多くて、まあ、例えばラップとロックとかだったり、まあ、ジャズとヒップホップだったり、何かだけっていうのはね、実は紐解いてみるとそんなになかったんですよね。その特定のジャンルがガーンって出たものをっていうのが、そうなので混ざり合ってるという意味でオルタナティブになっているので、単純に決められなくてオルタナティブにしましたというのではなくて、もう明確に、まあ、ミクスチャーとも言えますけれども、僕はオルタナティブと断言します。マイケルカナコです。ジャンル一つ挙げるとしたら、まあそもそもジャンルって何っていう話からちょっと、始まると思うんですが、なんだろう、まあファンクとかジャズとかそういうジャンルなのか、まあオルターニティブとか、オルターニティブって言い始めたらもういろんなジャンルが入りますよね。で、今の音楽、まあ僕自分がやってる音楽も何のジャンルかわからないですよね。だからなんだろう、一つ言うとしたらフォーク音楽。なぜかというと、寝るとき結構アコースティック系のフォーク系聞いて、寝れないときすごくリラックスしてすぐ寝れます。関口慎吾です。一番好きなのはもうジャズですね。いろんなの好きですけど、やっぱりジャズの即興演奏とか、まあ、ソロが好きですね。ソロってその人のカラーというか、もうなんていうんだろう、人間性とかがすごく出てくるので、やっぱそれが一番ジャズの好きなポイントかなと思います。慎吾鈴木です。なんだろうな、なんだろうな、ジャズかな。
やっぱねジャズが一番好きですね。他のね R&B、ソウルミュージック、ブラックミュージックですね、いわゆるそういうもの全般が好きなんですけれども、これねなかなか理由をつけるのも難しいんですけれども、まあ、ざっくり言うと体にしっくりくるというか、音楽的なことになると、なんて言うんだろうな、まず具体的に言うとこのボイシングね、この和音の感じとかさ、あとグルーブの感じ、こうなんて言うんだろう、ジャズのスイングというかね、っていうのがすごい好きで、心地いいジャズ、グッとくるジャズ、熱いジャズ、自分に何かこう刺さるものがね多いんですよ、ジャズは。で僕大学の頃ね、ジャズ研究会というサークルで、そこでウッドベースを、買ってね、ジャズを演奏する会っていうかサークルなんですけども、でウッドベース買って、まあいろんな音楽をですね演奏しましたよ。うん、でそれがこう音楽に深くのめり込むきっかけにもなったっていうのもあるのかな、ということで、ジャズです。Hi, this is MXM2, and if I had to choose only one genre of music, I would listen to indie pop, because that's the kind of music I make and I listen to the most. はい、ということでいろいろな答えが返ってきましたね。まず、ヒロアキは、ネオソウルが一番好きだと。そしてカンサノは、ジャズもしくはソウル、マバヌアはオルタナティブ、そしてマイケル金子はフォークが好きだと、そしてシンゴ鈴木、関口シンゴはジャズが好きですということですね。そして、MXM トゥーン、アメリカの、アーティストなんですが、インディーポップが好きだということですね。で MXM トゥーンは英語だったんで簡単に訳を、お話しますと、私がなぜインディーポップが好きかというと、自分が作っている音楽であり、またリスナーとしても最も聴く音楽だからということでしたね。はい、各アーティストのですね、アンサーを見ていると2つ、感じることがありましたね。まあ共通項というか、一つはですね、自分にまあぴったり来る音楽、これはもう理屈じゃないですね、感覚的にやっぱりこれが一番しっくり来るなという音楽ですね。そしてもう一つは、探求していった結果、どんどんそこにのめり込んでいく音楽、つまりしっくりきたというよりは場合によっては最初違和感を感じていて、だからこそそこにどんどん夢中になっていくっていう、この2つのパターンがあるのかなと思いましたね。例えばマイケル金子の、フォークミュージックが好きだと。これは寝る時に聞くとリラックスすると、まあ寝れない時でもフォークを聞くとスッと寝れるよって、これまさに体に馴染んでるパターンですよね。あとまあヒロアキの、ネオソウル、これもですね、まあ、ある種同じすごくこうフィットするというところだと思うんですね。まあこれに関しては本当皆さんも同じだと思うんですよね。感覚的にグッときた音楽がまあ一番自分が好きなジャンルって、これもう本当に当たり前のことなんですけど、意外とまあ理屈抜きに楽しいなと思うものを聞けば、いいっていうのがまず一つ、それからですね、今度は逆に、この音楽なんだろうと、まあ、最初違和感があるもの、多分ジャズってそうだと思うんですよね。最初から、バチッとハマることはなくて、まあ、例えばカンサノも、きっかけはビートルズだったと。だけど結果的に、ジャズになるということなんですよね。これどういうことかっていうと、ジャズって、いわゆる、コードとかが難しいんですよね。シンゴ鈴木も言ってましたが、そのボイシングとか和音が、まあ、好きだと、言ってましたが、どうしてもこれ不協和音ギリギリというか、ロックとかポップスっていうのはそのみんなが聞きなじみのある、コード和音を使うんですけど、そこにちょっとこうジャズの場合違和感のあるものを足していくんですね。このギリギリを攻めていく感じがジャズの面白さで、
まあ、ロックポップスみたいなストレートなものを聞いて、そこに飽き足りないというか、だん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 もう少し、いろんな音楽ないのかなって探していくと、みんなジャズに当たって、でそこでんっていう違和感を毎回みんな感じるんですよね。今まで聞いてた音楽とちょっと違うなと。でそうなってた時に、なんだろうこれはっていうふうに逆に癖になっていて、で、まあ、慎吾鈴木なんかはジャズ研に、入っていたと言ってましたが、まさにジャズって研究するみたいな音楽で、これいろんな要素が混ざってくるんですよね。例えば、マイルス・デイビスなんかにで例えてみると、まあ、本当にあのビバップみたいな、クールジャズとかそういうストレートなジャズをやってた時代もありますし、エレクトリックキーの70年代なんかはすごく、まあ、ロックに近い、ものとか電子音楽みたいなことを混ぜていったり、まあ、亡くなる寸前ぐらいの80年代なんかは、ヒップホップとコラボしたりとか、まあ、そうやってこういろんなジャンルが混ざっていくことで、なんかこう一筋縄にはいかないと。でこれがとっつきにくさでもあるんですけど、こう入り込んでいくとどん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 次から次へとこうディグしていきたくなるっていう要素がすごく強いんですよね。でこれは、マバヌアが、オルタナティブが好きだと言っていたのも、ある種そのジャズが好きだという他の人たちと共通していて、あのオルタナっていうのはまさにこう混ざっている、マバヌアが言ってたようにヒップホップとロックが混ざったりとか、このど真ん中ではない音楽、これがまあ好きだと。でマバヌアも自分が出すアルバムって本当にそういう感覚があって、このジャンルなんだろうって言われるとすごく分かりにくいんですよね。でマイケル・カネコも自分の音楽ってなんだろうって言われた時にすごくオルタナティブだと思うって言ってましたが、まあ、とにかくこうヒップホップにのめり込んでのめり込んで、その後ロックにものめり込んでのめり込んでってやっていくと、その後その2つが混ざってるものに対してやっぱりちょっとこう違和感というか、なんだろうっていう風になるんですよね。そうするとそこに逆に魅力をどんどん感じていって、まあ、深く深く入っていくっていうことが、まあ、音楽が好きだとどんどん、そういう風になっていくんですよね。だからまあ音楽はまずドストレートにそのジャンルを聞いていくっていうのはすごくいいことで、これジャンルを限定するなみたいなこともよく言う方もいるんですけど、やっぱりそれぞれ歴史っていうものがあって、ジャズはジャズ、ブルースはブルース、ロック、レゲエ、ヒップホップ、それぞれそのカテゴライズすることを悪だということではなくて、いろんな歴史の中でそういうものが生まれてきた、でそれがまあ後々カテゴライズされるのがいい悪いは置いておいて、やっぱりそれぞれ、国民性とか文化とかいろんなものがにじみ出ているものなんですね。なのでそこを、追求して聞いていくっていうのはすごく大事で、でそこにこう飽きてくるというか、もう十分なんかこう聞いたなってなった時にちょっと他のジャンルに行こうというふうにこう考えていく、それが、音楽の面白さなんですよね。でちょっと自分が聞き慣れてるロックだとしたら、ロックに少しジャズの要素が入ってるものを聞いてみようとか、ロックなんだけど少しブラックミュージックの匂いがするものを聞いてみようとか、まあ、その逆もまたしかりなんですけど、そこからまた次のジャンルに少しずつ近づいていって、他のジャンルも制覇していくみたいな、そういう感覚がすごく、面白さだと思うんですよね。まあ、国を超えるっていうのも僕は個人的におすすめで、例えばヒップホップが好きだったら、まあ、イギリスのヒップホップを聞いてみる、まあ、そういうふうにするとこう例えばグライムとかちょっと違うジャンルのものが聞けたりとか、ブラジルのラッパーを探してみたら意外と面白かったりとか、まあ、そうやってこう同じヒップホップでも国を超えていくとちょっとずつ、スタイルが違ったりビート感が違ったりとかして、そこもまた面白さになっていくんですよね。だからこうやって、どん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 渡っていく、でそこでこうどこかでしっくりくる音楽っていうのは見つかって、また、何年かすると次に向かっていく、でそれが、音楽を永遠に聴いてられる、楽しさだし、まあその深みだと思うんですよね。
なので今アーティストたちが言った答えを、皆さんも参考にしていただきつつ、ぜひですね、国も時代もジャンルも超えて様々な音楽を聴いて、でまた元に戻ってきてまた違うところに行って、それを無意識でも全然構わないんですけど、たまにこう意識してみると、また面白さが倍増していくんじゃないかなと、そんな風に思いました。はい、ということで、ここでスタッフタイムは、おしまいということで、次はですねマイケル金子が登場します。今週も、頭に聞いていただいたジングルをですねまた、バラバラに解体してマイケル金子なりにアレンジをしてという、楽しいコーナーも待っておりますので、ぜひこの後も楽しんでください。それでは折り紙プロダクションの津島義明でした。A curation program which introduces the music now and from now on. 7-8 Music Crate on Bay FM 7-8こんばんは、マイケル金子です。 7-8 Music Curate、 ここからは折り紙プロダクション所属アーティストのコーナーということで、今週は僕マイケル金子が担当します。ぜひ皆さんよろしくお願いします。結構 SNS とかで見てたらこのラジオ番組聞いてくれてる方が多いみたいなので、ありがとうございます。もちろん BFM とラジコで聞けるんですが、今後 YouTube と Spotify でもアーカイブされるようなので、もし逃した方や、もう一度聞きたいという方がいたらぜひその辺もチェックしてください。では早速このアーティストコーナーの、企画へ、進みたいと思います。皆さんこの番組聞いてる方はもうご存知だと思いますが、折り紙アーティスト内で、この番組のジングルを作っています。もうできました。はい、すごくいいものができたと思います。最初はセッキーさんのギターから始まり、僕がコード進行を入れ、それがどんどん関佐野さん、ひろあきさん、ママさんなど、進んで、完成されました。で完成されてまた一周回ってセッキーさんに先週戻ったんですけど、セッキーさんは自分が最初に弾いたそのちょっと和っぽいギターを抜いて、クラップ、シェーカーとキックなど入れてましたね。はい、ではとりあえずその現在のジングルの感じを、確認してみましょう。こんな感じです。 Yeah.おお、とてもいい感じです。いや、僕の後ひろあきさんがメロディー乗せて、それから、ベース、キーボードで、最後マバさんがドラム乗せたんですかね。その順番的には結構面白い順番なんですよね、その作り方として。セッキーさんも先週言ってたんですが、普通はそのビートから始まってその、後にコード進行乗せるんですが、今回は最初にセッキーさんのギターのリフからの僕のコード進行で、最後にマバさんのドラムを入れたので、すごく面白い作り方だと思います。で今回2周回ってきたんですが、まあ少しずつアレンジを変えていけたらなと思っています。で一番僕気になったのが、僕のギターがすごい邪魔だなと思いました。あのギターは他の楽器がまだない状態の時に入れたので、そういういろいろドラム、鍵盤やベースが重なった状態で聴いたら、少しだけ前に出すぎてる気がしました。もう一度ちょっと聴いてみましょう。そうですね、このイントロは全然ありだと思います。でこの辺なんですが、ちょっと弾き語りでやってる感じの弾き方なんですよね。そうですね、ちょっと主張しすぎてる感じで、
その他の楽器の立ち位置などあんま聞いてないで弾いてるようなギタープレイかなと思います。はい、うん、最後の方とかちょっとあのジャカジャカ鳴りすぎてるかなと思います。まあ、それはその他の楽器が入る前に僕が入れたそのコード進行を決めるために入れたギターなのでしょうがないんですが、一回だけそのギターを僕のギターなしで聴いてみましょう。あ、でもイントロだけはいい感じだったのでイントロだけ残して他は全部ちょっとミュートしてみます。こんな感じです。 Yeah.こっちの方が個人的には好きですね。はいはい、おお。いや、こっちの方が全然いいと僕は、思います。あのギターをなくしたことによって他の楽器がもう少し前に出る。僕が最初に弾いたギターは結構ジャカジャカずっと鳴ってたので、そのジャカジャカをなくしたら他の楽器一個一個がちゃんと聞こえるようになる気がします。で、その曲の中で隙間っていうのがすごい大事なんですよね。そのいろいろ音数重ねて重ねすぎたらごちゃごちゃして、その何が鳴ってるか全然わかんなくなる時があるんですが、洋楽などはその隙間をすごく大事にしてると思います。音数をすごく少なくキープするけど一つ一つの楽器がいい仕事してるからこそよく聞こえるというのが洋楽の一つの特徴かなと思います。もちろん中にはめちゃくちゃ音数が多い洋楽もあると思うんですが、まあ一般的にその洋楽と J-POP の違いは何だと聞かれたら、まあ一つのその違いはその音数ですかね。と言いながら、まあこの企画はジングルをみんなでリレー形式で作ろうという、企画なので何か、足さなきゃいけないと僕は思います。で、いろいろ考えたんですが、これからもしかしてそのギターを抜いたから隙間が出てきたから、そのカンさんとかが新しい鍵盤のラインとか、もしくはヒロアキさんがコーラスを入れてきたりとかいろいろしてくると思うんですよね。だからその辺はちょっと隙間をキープします。ギターは入れないです。新しいギターラインはもしかして来週セッキーさんが新しいめちゃくちゃかっこいいギターライン入れてくれるかもしれないので、今週はちょっと何か楽器を入れるんではなく、ちょっとプロデューサーっぽいことをしてみたいなと思います。音源、このジングル聞いたらヒロアキさんの、素晴らしい裏声のボーカルがあると思うんですけど、あの、まあ、まだハモリとか、あの、後半はハモリあるんですけど、前半にはハモリがなくて、まあ、もちろん僕の声でハモリを入れてもいいんですが、せっかくヒロアキさんが歌ってるので、あの、なんだろう、よくその僕がアーティストをプロデュースするとき、その、アレンジができた段階でその仮ボーカルっていうものをボーカリスト、シンガーに送ってもらいます。で、それに対してプロデューサーの仕事としてはハモリのラインを作るっていうのも仕事でもあります。で、それぞれそのプロデューサーとかによって違うと思うんですが、例えばそのハモラインを鍵盤で作ったりする人もいます。例えばハモラインを鍵盤で作ったらこんな感じになります。 はい、そんな感じです。この鍵盤で弾いてるハモリのラインは、まあ、ガイドっていうんですが、まあシンガーにもよりますが、そのこのハモリのガイドを聞きながら、レコーディング中ハモリを、入れていく場合が多いです。もちろんそのシンガーによって自分でパッてハモリラインを考えることができるシンガーもいるし、ちょっと複雑なハモリとかだったらやっぱりガイドが必要になったり、します。で、このようにその鍵盤でハモリラインを作るのも全然ありだと思いますが、僕が結構好きなのは
デモのメインボーカルを使って一つ一つのその音を、ピッチシフトで上に上げたり下に上げたりずらしてハモリを作るのが僕はすごく好きです。その一つの理由はその大体まあもちろん機械っぽく聞こえちゃうんですが、大体のそのハモリのイメージがすごく分かりやすく聞こえるので、僕はこういうやり方がすごい好きです。ちょっと皆さんそれを聞いてみてください。いかがでしたか？あのハモリのライン分かりましたか？もちろんちょっとだけその機械っぽく聞こえちゃうんですが、こっちの方がその鍵盤で弾くよりそのシンガーにとって分かりやすいと思うんですね。そのふわりとか歌詞に対してのそのメロディーの乗り方とかもすごく分かりやすいので、で僕はそのプロデュースするとき、その仮ボーカルを使ってこうやっていつもハモリを作っています。でもちろんひろあきさんはきっとね、もうこんなガイドなんていらなくても一人でパッて考えることができると思うんですが、まあ皆さんにこうやってハーモニーを作っていくっていうのを見せるために、今日はやってみました。次はね、あのひろあきさんの回なんですが、まあ、全然このハーモニー使わなくても、大丈夫です。あの好きに、このジングルにいろいろ足してみてください。7-8 Music Curate。 この時間はマイケル金子が担当しています。はい、ここからは、僕の選曲を始めたいと思うんですが、まあ、より音楽を楽しんでもらうために、少しだけ、僕の解説などを入れていきたいと思います。僕のことをご存知の方はもう知ってると思いますが、まあ、今はシンガーソングライターとして活動しているんですが、もともともう最初音楽始めた頃は歌は全く歌っていませんでした。最初ギターだったんですね。で、最初14歳、15歳ぐらいの時、ギター教室行って、まあその前から少しだけ家にアコギがあったので、アコギは少しだけ弾けたんですよ。で、まあギター教室に行って、まあアコギを習いたいってそのギターの先生に言ったら、その先生がまあアコギじゃなくてエレキを始めた方がいいって言われました。でまあなぜかというとアコギより、エレキの方がその楽器をより深く知ることができる。エレキをうまく弾けたらアコギも絶対弾けるようになると、言われ、まあ15歳ぐらいの時から僕はそのギター教室に通い始め、エレキを好きになりました。でそれからはもうギター音楽が大好きになり、ずっと聴いてましたね。まあ、最初はその先生の影響でフュージョン、レリー・カールトン、リー・リットナーなどフュージョン系の、ギタリストが好きになって、それから徐々に、ブルース音楽と出会い、もうそれからはもうブルースにドハマりしましたね。まあ例えばクラプトンだったり、スティービー・レイボン、B.B. キングなど、まあブルース音楽ってよりはブルースギタリストにハマったんですかね。で特に最初にすごく好きになった、まあ、ギタリストは、まあ、皆さんもご存知だと思いますか、エリック・クラプトンですね。いやもう彼が好きすぎて最初に買ったストラトは彼と同じ色、まあ、黒のストラトなんですけど、いやもう彼のギタープレイがすごい好きで、なんだろう、あの彼のニックネームがスローハンドっていうんですけど、あんまりめっちゃ早弾きとかは弾かないギタリストで、だけどその一音一音に対してのそのフレージングなどそのソウルがめちゃくちゃこもってるんですね。で彼の凄さは、まあ、もちろんその
めっちゃテクニックがすごいとかないんですが、まあ、60年代でああいう風にギター弾く人って本当少なかったんですね。だから彼はもうパイオニアとしてもああいうジャンルを作った、ああいう例えば昔クリームに入ってた時ああいうちょっとブルースロックっぽいジャンル、ギターが結構メインに前に立つ3ピースの音楽っていうのは、今までその前はもちろんエルヴィスとかもうちょっとポップ寄りのアーティストはいたんですけど、まあクラプトンやジミヘンなどああいうブルースロックがあったからこそゼッペリンなどどんどんもうちょっとヘビーロックとか、クラシックロックとかができたのかなと僕は思います。で、まあ、クラプトンの初期の、まあ、クリームっていうバンドの曲を、最初に流したいと思います。まあ、こちらはもう名曲ですね、ぜひ聴いてください。 Cream with White Room。 That was Cream with White Room。 いやもうイントロからめちゃくちゃかっこいい曲ですよね。でクリームの良さはトリオでやってるっていうのが僕はすごいかっこいいなと思ってて、そのドラムベースギターなんですけど、そのドラムとベースが鳴ってる上にギターソロをするってものすごく難しいです。なぜかというと他にコード楽器が、ないからです。ドラムとベースだったらベースって基本単音じゃないですか。単音鳴ってる上にメロディーってすごく作りにくいんですよね。鍵盤が鳴ってたらコードが鳴ってるからこそすごい隙間を埋めてくれるっていう役割もしてくれるし、和音があるからすごいメロディー、まあソロ、ソロはまあメロディーなんですけど、まあソロをしやすいっていうのがすごくまあプレイヤーとしてはあります。僕は高校生の時、まあ、ブルースロックバンドを組んでたんですが、いやもうすごい練習になりました。その時代があったからこそ今があるのかなと僕は思っています。で、いきなり60年代から2000年代に移動したいと思うんですが、まあ僕のギターヒーロー、まあそのアーティストとして一番尊敬しているジョン・メアも、ジョン・メアトリオっていうバンドを一時期組んでました。で、僕はこのジョン・メアトリオを最初に知って、めちゃくちゃかっこいいと思ってから、もうジョン・メアを、すごく好きになりました。とりあえず、さっき話したトリオの良さと、その緊張感がすごく伝わる一曲を流したいと思います。ライブバージョンなんですけど、まあ、このトリオの、アルバムっていうのはライブアルバムしかないので、そこから一曲、スローブルースの曲を流したいと思います。ぜひ聴いてください。Out of My Mind。That was John Mayer Trio with Out of My Mind。この僕の世代のギタリストとかにとってのもうギターヒーローですよね。で、ジョン・メアトリオの凄さっていうのは、もちろんジョン・メアもすごいんですけど、またそのベースとドラムがもうスーパースターなんですね。ドラムはもうスティーブ・ジョーダンという、もうミュージシャンだったら誰でも知ってるドラマ、ベースはピノ・パレディーノ。もう彼もミュージシャンだったら誰でも知ってるベーシストですね。もうこの二人の良さについてもすげーずっと話せるんですが、まあ今回はちょっとそのブルースギタリストをテーマとしている話なので、また次回、したいと思います。まあこの三人のスーパースターが集まった、スーパーブルースロックバンド、ジョン・メアトリオでした。で、次、紹介したいブルースギタリストは、まあジョン・メアが一番影響されてる、ブルースロックの、ギタリストですね、スティービー・レイ・ボーンという、まあ、テキサス出身のギタリストです。面白いのが彼のギタープレイ聞いてたらすごく、あ、ジョン・メアはこっからそういうフレーズを盗んでるんだ、こっからああいうテクニックを、学んでるんだっていうのがすごいわかるんですよ。で、僕もめちゃくちゃ高校生の時スティービー・レイ・ボーンにハマって、耳コピーとかすごくしてましたね。で、スティービー・レイ・ボーンの凄さはまあもちろんテクニックも素晴らしいんですけど、彼のギタープレイ聞いてたらめちゃくちゃフィジカルなんですよね。一つの音に対して彼がその使ってる力っていうのがもう聞いてたら
すごく感じます。で、それがすごく分かりやすい曲をちょっと一曲流したいと思います。 This is Stevie Ray Vaughan with Pride and Joy. That was Stevie Ray Vaughan with Pride and Joy. いやー、皆さんどうでしたか？彼のギタープレイもそうだし、ギターのトーンが彼でしか出せないトーンだと思います。もちろん彼の手の力もあるんですけど、使ってる弦が普通よりものすごく太いんですね。太いからこそすごくああいう分厚いトーンが出ます。普通はまあギタリストエレキだったら、まあ 0.01 ミリの弦、一番下の細い弦が 0.01 ミリだったり 0.0 11ミリとかなんですけど、スティービー・レイ・ボーンは 0.013 ミリの弦を使ってたんですね。で、僕高校生の時一回だけそれをつけたことあるんですけど、太くてもう指がめちゃくちゃ痛くなりました。あの太い弦でああいう弾き方をできる人は、少ないと思います。で、スティービー・レイ・ボーンはそれをできたから、もう分厚いトーンを出せたとは僕は思います。で、もちろん彼の手の力がきっと半端ないと思います。だからもうさっきも言ったんですけど、彼のプレイはテクニックもすごいけど、フィジカル面でも、いやーもう、彼にかなう人はいないと思います。いや、もうブルースギタリストについてはもう永遠に語れますね。いやー、もう本当はもうすごいたくさんまだ紹介したいアーティスト、ギタリストいるんですが、今日はこの辺までにしときます。7-8 Music Curate